お祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。主よ、今日も週の半ばあなたの宮に神の家族を共に集めてくださり、あなたの御声を聞き共に賛美し祈れる恵みを感謝します。私たちの祈りが自己中心から生まれる祈りではなく、このキリストの体であるイエス様のために、主の働きのために、またこのキリストの体の健全さのために祈り進んでいくものでありますように、御心を求める祈りへと私たちの心を神様が導いてくださいますようにお願いいたします。この時間を心から感謝してイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。本日は詩編の89編、詩編89編を共に見ていきたいと思います。詩編の89編をお開きください。本日はこの89編ちょっと長いんですけれども、その中の19節から37節の部分を中心に見ていきたいと思います。まず最初にこの詩編の89編の19節から37節をお読みいたします。詩編の89編の19節から37節です。あなたはかつて幻を通してあなたにある敬虔な者たちに告げられました。私は一人の勇士に助けを与え、民の中から一人の若者を高く上げた。私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油で油を注いだ。私の手は彼と共にあって揺るがず、私の腕も彼を強くする。敵が彼に害を加えることはなく、不正なものも彼を苦しめることはない。私は彼の前で彼の敵を打ち砕き、彼を憎む者を打ち破る。私の真実と私の恵みは彼と共にあり、私の名によって彼の角は高く上げられる。私は彼の手を海の上に、彼の右の手を川の上に置く。彼は私を呼ぶ。あなたは我が父、我が神、我が救いの岩と。私もまた彼を私の長子、地の王たちのうちの最も高いものとする。私の恵みを彼のために永遠に保つ。私の契約は彼にとって確かなものである。私は彼の子孫をいつまでも、彼の王座を天の日数のように続かせる。もしその子孫が私の教えを捨て、私の定めのうちを歩まないなら、またもし彼らが私の掟を破り、私の命令を守らないなら、私は杖を持って彼らの背きを、鞭を持って彼らの咎を罰する。しかし私は彼らから恵みをもぎ取らず、私の真実を偽らない。私は私の契約を汚さない。唇から出たことを私は変えない。私はかつて我が聖によって誓った。私は決してダビデに偽りを言わないと。彼の子孫は常しえまでも続く。その王座は太陽のように私の前にあり、月のように常しえに固く立つ。その子孫は雲の上の確かな証人である。セラ。本日はここの箇所を中心に、神の立てる王への賛美、神の立てる王への賛美と題しまして一緒に見ていきたいと思います。今日のこの89編が全部終わったその次、90編になるんですが、この90編から第4巻というふうにこう書いてある聖書がほとんどじゃないかなと思うんですね。詩編は大きく5個の、まあ、5巻、5個の巻物に分けられています。今日のこの89編が第3巻の最後の部分になります。ちなみに第1巻は1編から41編、第2巻は42から72編、
第3巻は73から今日の89編、そして第4巻は90から106編、第5巻は107編から150編、1から41が第1、そして第2が42から72、第3巻が73から89、第4巻が90から106、第5巻が107から150、これを聖書詩編読んでいただくと、この、90編の前だったらこの第4巻ってこう書いてあるので、それを調べていくと、分かると思います。詩編はこのように大きく5つに分けられていて、今日のこの89編がその第3巻の最後にあたります。そのことを、また頭に入れつつ、最後の時にまたここに戻っていきたいと思います。今日の詩編89編全体を見ながら、今日の先ほど読んだ箇所に焦点を当てて見てみたいと思うんですが、まずこの最初の部分、表題、89編の表題、エズラ夫人エタンのマスキールという言葉から始まっています。このエタンという人はレビ人で、礼拝賛美を導いていた人というふうに言われています。礼拝賛美の責任、そのリードをしていたこのエタンという人がこの詩を書きました。そして、この詩編というのは、89編というのは、神様がダビデに与えた契約というものがこの89編の一番下の部分に大きく流れています。でその神様がダビデに与えた契約がいかにこう真実であったかっていうのをこう賛美しているのがこの89編です。イスラエルの国がいろいろな困難があって、こうダビデがこう繁栄し、ソロモンが繁栄し、その子孫によってこう分裂し、そしてこう補修されていった、そういうイスラエルの国ですけれども、その根底には神様がダビデに与えた契約が真実であるという賛美からこの89編が生まれています。その神様が与えた、ダビデに与えた契約というのは、第2サムエルの7章11節から16節に記されているものです。第2サムエルの7章の11節から17節をお読みします。第2サムエルの7章の11節から16節、それは私が我が民イスラエルの上に裁きつかさを任命して以来のことである。こうして私はあなたにすべての敵からの安息を与えたのである。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作ると、あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を底知れまでも固く立てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。ナタンはこれらすべての言葉を、この幻のすべてをそのままダビデに告げた。このサムエル記第2の7章の11から17の部分は、預言者のナタンがダビデ王に告げた神様の預言。しかし同時にこれは神様がダビデという個人に与えた予言だけではなくて、メシア予言というふうに言われています。後に来るキリストを予言する、そういう予言ということです。なのでここで書かれているダビデのその子孫というのは、ソロモン、そしてその子という意味ではなくて、このダビデの子孫、すなわちイエスキリストまでこう行くわけですけれども、そのイエスキリストという救い主を通して神様の王国がもう完全に永遠にこう建てられるという予言が、この第2サムエルの7章の11から17、そしてこの神様の契約、神様の言葉が真実であるという賛美が、今日の89編の賛美の内容になっていきます。
この89編大きく4つに分けることができるんですが、最初の1節から4節は神様の永遠、神様というのは永遠のお方ですから、人間は永遠ではないですけれども、神様は不変であり永遠である、その神様をまず賛美するところから始まります。1節から4節は神様への賛美、永遠への賛美、そしてその次の5節から18節は今度はその永遠の神様が人間の主となってくださった主への賛美、その主への賛美になっています。そして先ほど読んだ今日の中心的に見ていきたいところが19節から37節の部分、神の建てられる王について歌っています。神様の建てられる王について。そして38節から52節はそのような神様の素晴らしい契約があるんだけれども、現実のこの賛美が歌われている時の現実の世界は非常にこの神様の予言とはかけ離れてしまった、こうイスラエル王国、まあ、イスラエル王国なくなってしまっているわけなんですが、そういう状態になっている、なんでなのかとい う, こう嘆き、しかし、まあ、最後それがこう上がっていくわけなんですけれども、そういう構成になっています。そしてここでこう第3巻が終わるという構成、この部分のところの本当に最初の1から4の永遠の賛美と5節から18節の私たちの主である神様への賛美のところはまあいいんですけれども、その19節から37節、先ほど読んだ箇所は神様が建てられる王、その王への賛美となっていきます。そしてそれはすなわちダビデという意味ではなくて、先ほどの第2サムエルにあったように私たちのキリスト、救い主、メシアを褒めたたえる賛美になっていくわけです。もう一度先ほどの19節から37節のところにフォーカスを当ててみていきたいと思います。この19節から37節のところにはダビデがその存在であるということ、ダビデを見出している、ダビデを聖なる油で油を注がれた、ダビデを立てた、ダビデと神は共にある、そのようにこう読んでいくことができます。例えば19節の後半のところですけれども、私は一人の勇士に助けを与え、民の中から一人の若者を高く上げた、ダビデが神様から選び出された時、まだ彼は本当に若い、少年でした。そういう彼を高く上げた。20節でも私は私のしもべダビデを見出し、私の聖なる油で油を注いだ。この19節から見ていくときにまさにダビデのことを言っている、ダビデという個人のことを言っている、その通りのことがこう賛美として書かれているわけです。しかし同時にこのダビデを、私たちはすでに新約聖書を持っているのでイエス様の歩みを知っている、すると救い主としてのイエス様の姿とも全部重なっていくんですね。救い主であるイエス様がこの神の座を捨てて私たちのために来てくださって、神様がそのイエス様を王として立ててくださった、その王は救いの神の国の建設のための王としての王です。この地上では蔑まれ罵られ苦しめられましたけれども、しかしそれはイエス様が私たちの主として永遠に私たちが神の子供となるために必要なイエス様の歩み、救い主としての歩みであったということ。このダビデの褒めたたえる、私たちの神が立てた王様を褒めたたえると同時に、この下にこの詩編の89編の根底にイエス様の役割、イエス様の存在というのを常に知っている私たちにはイエス様を見ることができるんですね。この詩編の89編が書かれた時、まだもう当然ですがイエス様はこの地上にお生まれにもなっていないし、その存在すらこの地上にはありませんでした。しかしこの聖書を書かせている神様サイドにはもうすでにそのご計画はあり、もうイエス様がこの地上に来られることというのは神様の中では計画されていた。だからこそ先ほどの第2サムエルのところにもメシア予言が あるわけですし、また旧約聖書のさまざまなところにメシア予言、キリストがイエスがキリストであるというその予言がたくさん出てくるわけです。そして今日の89編も私たちはイスラエルの王を統治したダビデ王様について賛美しているだけでなく、そのダビデ王の背後にこのキリストメシアが存在しているということを私たちは読み取りながら賛美を見ていくことができるわけです。
この19節から37節、このダビデ王という王が建てられ、またキリストメシアが神様によって建てられる、その方の栄光はもう決してそれはなくならない。どんな時にも主は神は共におられて、そして真実を偽らない、契約を汚さない、私は変えないと神様はそのようにこう言われているわけです。36節で、彼の子孫は常しえまでも続く、その王座は太陽のように私の前にあり、月のように常しえに固く立つ、その子孫は雲の上に確かな証人であるセラ。38節、しかしあなたは拒んでお捨てになりました。ここでしかしと出てきて、この今までの神様の約束が破られてしまったかのような、そういう詩に変わっていくんですね。それが最後の部分、38節から52節になっていくわけです。この38節からの部分は、この時の現実を見て作者が詩を書いてるわけですね。現実、今までの部分は神様からの約束、しかし現実はイスラエルの国はこんなになっちゃった、もうダビデはの後ソロモン、そしてその後を続くに言って、どん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 堕落していき、そして強いてはもう神様を恐れない王が立ち、そして自分たちの国は滅んでいく、そういう現実を見るときに、あの約束は何だったんですか。そういう気持ちがこう死者、この作者の中から出てくるのは当然のことだと思うんですね。これはダビデ王という王様、そして神様が祝福するといったイスラエルという一人の人、また一つの国を見るならば、この38節からの部分の嘆きというのはもうその通りだと思います。私たちも同じではないでしょうか。神様に救い出されて、イエス様を信じ神のことをされた、神は私たちを愛してくださっている、ハレルヤ、感謝します、そう言った時にですね、いろんな問題が起こってくる。私たちはその問題を見ると、あなたに従ってるのになんでですか、神様あなたは私を祝福すると言ったのになんでこんなことになってるんですか、この問題をどうにかしてください、あの問題をどうにかしてください、主よ、私はあなたを祝福されるって言われて、あなたを信じてるのになんでこんなことが起こるんですか。クリスチャンとして歩んでいても、そういう問題というのはこの地上にいる限り次から次から湧いてきます。問題がなく、もうハレルヤ、感謝しますという時もあるでしょう。しかし、なんでこんなことがと次々と起こってくる時もあります。しかし私たちが見なければならないのは、今目の前にあるその現実の問題だけじゃないんですね。その現実の問題を通しても、その根底に神様の愛と恵みがあること、どんな問題があろうとも、神様はイエス・キリストをこの地上にメシアとして送り、私たち人間の罪のために十字架にかけ、そのイエス・キリストを信じる者を神の子供として、その一人一人を中心に神の国を建設されることは、神様の絶対に変わらない約束です。どんなに目の前に自分の国が滅びようとしている、いや滅ぼうとしている、また国が堕落している、本当に神を恐れない、そんな問題がうごめいていたとしても、神様の約束は決して変わらない。私たちはその神の国に期待をするべきであるということが、今日のところから私たちは読み取ることができるのではないでしょうか。今も私たち、このカナダという国だけでなく、世界を見るときにも、本当に次から次からいろんな問題が起こります。また神を信じているのになぜと思うようなことも、実際にこうクリスチャンが多いところでも起こってきたりするし、クリスチャン個人の人生にも起こる。しかし神様の、私たちが褒めたたえる、神様を褒めたたえるその部分というのは、何を見て褒めたたえるのか。私の人生が問題なく進んでいるから褒めたたえるのか、私の人生が祝福されてるから、健康だから、安定してるから褒めたたえるのでしょうか。私たちの国が安全だから神様を褒めたたえるのでしょうか。そうではなくて、私たちが健康であっても健康でなくても、問題があってもなくても、国が平和であっても、またいろいろと問題、争いが起こっていても、神様の約束は決して変わりません。それは神様が私たち一人一人を愛しておられ、私たちの罪のために神が人となってこの地上に来てくださる、来てくださったという事実、この時は来てくださるという事実、
そしてそのイエス様が私たちの罪をすべて背負って私たちをまた罪を許してくださり、神の子供、神の国に席を持つ者としての回復を与えてくださるお方であるということ、その事実は決して変わりません。私たちをが賛美する気持ちというのはそこから生まれてこなければ、目の前のものに左右されてしまいます。詩編の作者というのもこの89編だけでなく詩編を通して、なぜですか、しかしなぜ、そういう賛美出てきます、たくさん出てきます。しかし最終的には全知全能なる絶対的な王である神様を褒めたたえるので終わっていきます。今日の89編もしかりです。この89編は最初に言ったように第4巻の最後になる、そういうこの巻物の第3巻の巻物の最後になる詩編、この38節からの最後の部分は、しかしなぜですか、なぜですか、そういう、こう現実へのこう神様なんでですかという、そういう問いかけで終わると思われるんですが、しかし最後の52編2節は、主は常しえに褒むべきかな、アーメン、アーメンで終わるんです。この51節から急にですね、52節に変わる、この変化はとても興味深いです。主よ、あなたの敵どもはそしりました、あなたに油注がれた者の足跡をそしったのです。主は常しえに褒むべきかな、アーメン、アーメン。これが信仰者の賛美なんですね。私たちの人生にいろんなことが起こります。なんでと思うことが起こる、でその自分の今の状況で今の理解ではそれが何でかわからない、こうつながっていかないように思う。でも私たちは賛美することを選んでいくべきなんです。なぜなら賛美されるべきお方が私たちと共におられるからです。自分の現状がどうであろうと私たちから決して離れない神様、イエス様、主なる神が共におられるので、もうこんな問題が、こんな問題が、こんな問題が、主よ、ハレルヤってこう私たちの心を神様に向けていく、そしてアーメン、アーメンと向けていく、私たちの礼拝の最後の唱詠がまさにそうではないでしょうか。いろんな思いを持って礼拝しに来る、しかし私たちは神様を賛美し、神様の御言葉を聞き、そして神の民で共に神様を賛美するときに、いろんな問題の現実は変わっていなくても、私たちは神様を褒めたたえ、アーメン、アーメンと言って礼拝を閉じるわけです。私たちの祈りが、いろんなことを神様に訴えていいんです、神様に嘆いていいんです、しかし最後には神様を褒めたたえる言葉で終わらせる、心がそう思えない時でも神様を褒めたたえて終わらせる、それが神の子供である私たち、神様に救われた私たちの最終的に心を向けるべきところではないでしょうか。私たちの信仰の創始者であり完成者である主イエスから目を離さないでいなさいという御言葉があります。私たちはどんなことがあろうと最終的にはイエス様から目を離さない、イエス様を賛美する、そういう信仰で日々歩んでいきたいと思います。最後にマタイの福音書の1章1節、マタイの福音書の1章1節にはこのようにあります。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。ここで89編で言われているダビデの子、イエス・キリストの系図、ここで言われるダビデの子とはまさに私たちの救い主イエスであるということであるならば、どんなにこの地上で私たちの上に何が起ころうと、私たちはこのイエス、主を褒めたたえ続ける私、褒めたたえ続ける教会、褒めたたえ続ける神の民でありたいと願わされます。お祈りを捧げます。恵み深い天の父なる神様、私たちは罪ゆえにどうしても祈りも自己中心になります。自分の問題に目が行き、自分の問題に心支配され、その問題を取り除いてください、なぜこんなことが起こるんですかと、病一つになった時に、主よ、なんで私がこんな目に遭わなければならないのですかと、私たちはすぐにそのように祈ってしまうものです。しかしどうか私たちのそのあなたへの祈りが、その神様へなんでですかで終わるのではなく、最後には主よ、あなたを褒めたたえます、
今の私の現状は私は喜べなくても、あなたは完全なお方であり、あなたは真実です。そのあなたが共にいてくださる主よ、あなたを褒めたたえます。ハレルヤ、アーメンと、私たちの心を神様に、イエス様に向ける、その祈りで終えることができる信仰者と私たちをしてください。自己中心の祈りから主を褒めたたえる祈りで終わられる、そういうクリスチャンへと私たちの信仰を引き上げてください。成長させてくださいますように。どこをとってもあなたは素晴らしいお方です。私たちの上に素晴らしい約束をなしてくださいました。こんな罪深いもののために命を捧げてくださった、また神の座を捨ててくださったイエス様の愛が私のうちにある限り、私たちはあなたを褒めたたえ続けて賛美を終えるものであるように、祈りを終えるものであるように助けてください。感謝し、イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。では、お祈りの方に移っていきたいと思いますが、まず全体の祈りの課題としまして、3月の1週目、3月の6日に、教会の総会が行われる予定です。そのために今準備が進んでいます。総会資料はだいたい各リーダーから多分提出、期限が過ぎているので提出されていると思うんですけれども、その今度の土曜日は役員会でその書類のすべての確認作業が行われ、そして来週の水曜日にその、印刷されて、そしてその次の日曜日に配布されるという形になっています。コロナ禍の中で、いろいろとレギュラーではないような形でこの2年間行われてきましたけれども、しかしその中でも救われる人が起こされ、スモールグループが歩み続けられ、神様の賛美が、神様の栄光が表され続けていることを感謝します。どうか総会が神様の栄光を表す会議となるように、神様を恐れ、そして神様が真ん中に立つ会議であるように、またその準備をされている役員さんのためにぜひ覚えてお祈りくださると感謝です。また私たちの教会のために教団のために覚えてお祈りしたいと思います。同盟教団の祈り課題、皆さんお手元にあると思いますけれども、お持ちでない方は後ろになるかな、そちらをご覧ください。本日は16ページの左上、岡山グレースチャーチ田中先生ご夫妻、この教会を共に覚えてお祈りしたいと思います。新規求道者が与えられるように、ハレルヤキッズが新しい子どもたちがハレルヤキッズに新しい子どもたちが集うことができるように、田中牧師の公認牧師が与えられるようにという祈り課題です。また細かい個人名などが出る祈り課題はこの後福作牧師の方にバトンタッチしてシェアしていただきたいと思います。よろしくお願いします。